やけどするわよ。おけがはありませんか？俺たちの勝ちだ。やったね。Thank you.
ちょっと頑張りました。私たちの勝ちよ。お助けします。なさい。はあ、ここからですわ。よっしゃ。はあ、ようやく休めそうな場所に。おなんだ、
なたも来てくれたのか。ええ、ここらで休むのは賛成だわ。サソイちゃんは手強いと噂だもんね。私たちも戦いに備えて休みましょう。あなたたち男二人女二人の四人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしてるの？今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の大樹を目指す旅をして、もしかしたら世界に最悪をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよセーニャ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。へえ、みんなの笑顔を奪おうとする邪悪の神ちゃんって悪いやつがこれから復活するかも。あなたたちはそれを倒すために旅してるっていうの？何それ、面白そう。こんな話を鵜呑みにするなんて、あんた変わってんな。そういうシルビアはどうなのよ、なんで旅をしている？私のことはいいわよ。さあ、なんだよ、もったいぶりやがって。だって。安心ですね。もう！はあ、ぎゃ！終わったな。
助かったぜ。大丈夫ですか？おととい来やがれ。俺たちの勝ちだ。
この辺りにいるはずなんですが。ほ、なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない。サソリちゃんのお出ましよ、騎士の国の。もうしょうがないわね。兵士ちゃんたち、お坊ちゃんを頼むわ。さあ行くわよ。